4月の26日、小さな自然の様子です。まずは日差しが強くなってます。下の池、ちょっと水面の方の長さが少なくなりましたが、中の島の島はこれがあちこち咲いています。こちらはチャンバス。王林がもう枯れて咲いた後ですが、これから咲くチャンバス。田んぼ、稲がすぐそく育ってます。今年も豊作になるでしょう。